ゴールデングローブ賞はアメリカ合衆国における映画とテレビドラマに与えられる賞。ハリウッドを外国人映画記者協会の会員の投票により選定される。毎年1月に発表され、アカデミー賞の前哨戦としての注目度も高い。1944年から映画の賞として開催され、1956年にテレビドラマが対象に加わった。 2008年の受賞式は脚本家によるストライキの影響で中止となった。2012年に行われた第69回ゴールデングローブ賞からテーマ曲が設定され、日本のミュージシャンの吉木が作曲したゴールデングローブのテーマが使用されている。1月1日から12月31日までにロサンゼルス地域で公開された映画が対象になる。 1>, 1月1日から12月31日に放送及び配信された番組を対象にする。ただし放送はプライムタイムの番組に限る。その他多,多数。本賞はハリウッド外国人映画研究協会の会員の投票により選定される。2021年2月現在、ハフッパのメンバーは87人いるが、その87人の中に、 黒人会員が一人もいないことをロサンゼルスタイムズが報じた。批判が集まり、ゴールデングローブ賞は、黒人会員に加え、他の過小評価されている背景を持つ会員も参加する必要があることは理解しており、これらの目標をできるだけ早く達成するため、直ちに取り組みますと声明を発表した。その後、ハフパ会長のフィリップ・バークが、ブラック・ライブズ・マター運動について、 造団体と形容した電子メールを転送していたことが判明し辞任に追い込まれた。さらに一部の俳優に対して、ハフッパ会員から性差別的な質問を受けていたことが判明した。これらを受けて、ワーナーメディアやネットフリックスなどが本賞関連のイベントに参加しないことを表明した、他、本賞の受賞式を放送している NBC テレビも2022年の中継を 行わないことを2021年5月10日に発表した。また、過去の受賞者が抗議の意思を示すためにトロフィーをハフッパ本部に送り返したと同年5月に現地メディアから報じられている。ロサンゼルスタイムズはドラマの撮影現場への視察で一部の会員に対して宿泊費用をハフッパが負担し、金銭的恩恵を受けていたことを2021年5月に 報じた。ありがとうございます。